はい、皆さんどうもおはようございます。今日の時刻は10月19日6時43分です。はい、だいぶちょっと朝日が昇り立ってきてますけども、なんとかまた引き続き昨日に続いて一発させるように頑張っていこうと思います。上から見てきて、まあ、何名かいらっしゃったんですけど、大体皆さんがアップトップを投げてる人が多いですかね。はい、僕もちょっと頑張ってやっていこうと思います。濁り方はこんな感じです。今船来ちゃったんですけど、クラゲが結構いますね。グリーンにかかってる感じでいい感じだと思います。綺麗な濁り方というか、まあ、そんなに濁ってないですね。ちょっと昨日よりもさらに薄まったと思います。今日もデザイアできてまして、ドラッグちょっと強めでファイトしていこうと思います。水温は、20度ありますね。今揚げだからですかね。海からの水が入ってきててちょっとあったかいのかもしれません。20度あります。毛虫に注意と。ティップラッピングがイラッとしますが、やっていこうと思います。はい、今日はちょっとだけじゃあ変えて、アマゾンペンシル、アマゾンで行ってみようと思います。はい、昨日はスラムドッグモンスターでしたが、今日はアマゾン。はい、行きます。あれ、タックル言いましたっけ。デザイアですね。アピアフージャーレスデザイア 95MH2、台湾のセルテート LT4000CXH で行きます。あ、この時間帯はまだ杭沈んでますね。あそこに杭があるんですけどね。さあ出てくれ、1投目。誰も叩いてなければチャンスはありそうですよ。昨日結構ボートシーバスしてて、止めちゃうと見切られちゃうっていう反転みたいなのも結構食らったんですよね。最初から止めてるような動きだったらいいのかもしれないですけど、動かしてるところから急に止めたりとか、まあ、止めすぎはちょっと見切られちゃうかもしれないですね。まあその時の魚の気分によってそれで食ってくるってことも十分あるんで、何とも言えないんですけど、難しいですねやっぱり。やっぱりベイトは、ね、あの稲っこではなくて、この塩ではなくてボラでしたね。本当にこのアマペンサイズぐらいのボラが多かったですね。他のベイトはほぼ見えなかったです。目に見えて確認できたのは稲っこのみですね。ほぼイワシっぽいのがなんかいたような気がしましたけど、波に乗ってかわしていく。ナッコっぽいの、イワシっぽいのはちょっとチラチラといたような気がしたんですけど、まあほとんどそれは確証的なものではなくて、多分ちょっと細いからイワシかなぐらいしか感じなかったですね。まあ、ずっと僕の場合変更してなかったんで、前半は後半したんですけど、前半してなかったんであんまりその水中が見えてなかったっていうのもあるんですけど、後半したら本当に稲っこだらけでした。うーむ、やっぱりこの時間帯は船がすごいんですね。まあでも多分悪くはないと思うんですよね。船がこの少し際を揺らしてくれると稲っこもね、揺れるんで逃げたりとかする、それを待ってるやつもいるかもしれないですよね。シーバスも。揺れた瞬間に食うチャンスとしてシーバスも一瞬テンション上げる。あのマイクロバイトパターンの時なんかそういうのありましたね。明らかにそうであろうっていうような現象がありましたよ。あれ、ちょっとキャストが決まらんですね。
別に風があるわけじゃないので、H の中にちょっと入れたいんですけど、お、波が来た。OK。これも確かフック変えてますね。ピンをフックに変えてた気がします。もともとアマゾンのフック黒ですもんね。黒ではないんで変えてますね。よし、はい、今日はアングラさんはですねそんなに多くなくて、橋の方は結構いらっしゃるんですけど、ウェイチのところも、まあ、僕を含めて2名ですね。浦安側はやっぱりこの時間帯はあんまり多くないし、上げ潮で中途半端なタイミングだからかもしれないですけど、あんまりいらっしゃらないです。はい。で、あの大理石ゾーンも2名ぐらいだったかな、いるのみでしたね。はい、ということで今日もこの後復活できるべく、今日はちょっと早めに仕事戻らなきゃいかなきゃいけないっていうのがあるんで、ちょっと早めに終わらせるんですけど、なんとか一発出せるように頑張ります。はい、では失礼いたします。またお会いできるように頑張ります。失礼します。